はい、どうも72年式のおじさんでございます。今回の動画は給油の動画でございます。まあ、私のねオートバイホンダ CB250R の場合の給油の動画でございます。まあ、私のね友人から給油の動画を見てみたい、給油の動画を作ってくれなんてね言われてしまいましたんで、そんな動画需要があるのかいって聞いたんですけれども、いいじゃないかということでね、言われてしまいまして、俺は見たいんだって言われてしまいましたんでね、ちょっと作ってみようということでございます。はい、早速ねやってまいりました。画面左手のねこちらのガソリンスタンドは私の自宅の近くにある、普段よくここで給油をしているガソリンスタンドでございます。まあね、マンホールがあったりしてね、このマンホール濡れてたりなんかするとつるっといってしまうんで気をつけながら、係員の方のね誘導に従いまして、この白い枠にオートバイを止めます。そして私の場合はね、ギアを一速に入れたままエンジンを一旦切ります。こうするとね、バイクがね動かないんでね。そして手袋を取ります。まあ、こうするとね静電気起きにくいんでね。そしてこの初めにタッチという黒いこの円盤みたいなおまじないをねして、まあおまじないではないんですけれども、でこのね前の方のねレシートがいつもね残っているんです。これをムンズと掴んでゴミ箱に捨てちゃいます。そしてねタッチパネル、ポチポチって押しまして、でここのねガソリンスタンドはですね、こういう会員カードっていうのがねありましてね、これが非常にいいんですよ。まあ、72年式のおじさん、最近ではね会員カードがねもうスマートフォンのアプリの中に入ってしまいまして、こういうね会員カードが具現化されているところは非常になんか安心ということでございます。まあ、お金を1000円入れてね、まあ、このホンダ CB250R というのは10リットルしか入らないんでね、大抵の場合1000円か2000円で済んじゃいますね。で、ガソリンは、レギュラーですね。嬉しいレギュラー、いつかは廃屋ね。この赤いやつ、赤い色のねホースを、私の場合はこれ全部伸ばしちゃいますね。はい、そしてこっからです。ここが一番集中を高めるところでございます。私の場合は一気に入れません。もうねノズルのトリガーはねもう断続クラッチね、ちょい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 ってやって、プシューってやるとバーって溢れちゃうといけないんでね。でこのオートバイね、給油口をここまで入れてねっていうなんか棒みたいなのがあるんですよ。そこ以上入れちゃいけませんよっていう風にね、オートバイ屋さんに納車の時に言われたんで、そこ以上入れないようにして、でそれ以上ねノズルも入らないようになっているんでね、はいはい、これでもうおしまいですね。もうタンクがちっちゃいんでねすぐ入っちゃいますね。でこれね燃費がいいんでね、タンクちっちゃくても結構ね結構走るわけですよ、ね。はい、戻しましてね、そして、蓋をパチッと止めまして、ここからでございますよ、ね。レシートね、これ私は必ず取ります。このレシートの、給油量金額、これをねアプリにね入力しまして、そうすると燃費計算してくれるねアプリがあるんですよ、スマートフォンのね。なのでこれはもう必ず持って帰ります、小銭ね。私はねまだ現金なんですよね。まだねこのオートバイを買った時、 ETC も一緒に買った時に初めてクレジットカードを作ったんでね、まだクレジットカード
歴1年生なんですよね。だからまだ私は現金なんですよね。まだねクレジットカード使い切れてないという。そしてここからね、はい、ここからが本番。このスマートフォンを取り出しまして、このね時間とオドメーターを写真に撮るというね、これがですね私は必ずやっているルーティーンでございます。まあ、おそらくね皆さんやってる方はやってるとは思うんですけれども、まあ、これでねオドメーターの距離もね、そのアプリにねオドメーターの距離、そして金額、給油量、これを入れるとね自動的に燃費計算してくれるというアプリがありますから、それに入力するということなんですよ。まあこんな感じですかね。はい、まあ、いかがでしたかね KF さんこれがね、私のオートバイホンダ CB250R の給油の全貌でございます。まあ、今回はこんな感じでしょうかね。ご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さようなら。